ちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。カルチョビット R をやっていきたいと思います。はい、すでにですね、優勝して公式戦は終了。そしてですね、いよいよ入れ替え戦、あと一度やりましたダイハード富士見戦ですね。練習試合で、こちらやっているんですけど、その時は、0対1で負けてしまいました。まあ、もっとも、あの時は、フルベストメンバーではなかったんで、ちょっと落ちるメンバーを、入れていたんで、今回はベストメンバーで戦って、もう絶対勝ちたいって思ってます。それだけの、ポテンシャルあると思ってるんで、いよいよですね。ちなみにですね、この入れ替え戦なんですけど、有料のチケットというのがありまして、こちらを支払うことでですね、この入れ替え戦をやってですね、N2 に、勝てば N2 に上がることができます。で、チケットを買ってない。まあ、この場合、無料でプレイできるんですけど、この N2 に上がれずに、今いるステップリーグまでとなっております。というわけでですね、いよいよ、戦おうと思います。そうですね、総括を勝ち取りたい。さあ、いよいよですね。この通り。そうですね、もう十分勝負できる人数ですね。最高はですね、これ攻撃的にするんですけど、というのは、強くするためにカードがもらいやすいために攻撃的な、いつもしてるんですけど、今回は、何としても、取らないといけないということで、比較的活躍、攻撃的にすると、まあ、それだけ守りが弱くなるので、バランスにしてですね、確実に、取りに行きたいと思います。マークする相手、そんなに能力的には強いように見えない。まずリベロですね、多分これボール回しを起点になってくると思うんで、し能力もあるんで、それを起点で置いた方が勝ちやすいんじゃないかと思いますね。さあ、いよいよキックオフです。いやー、ドキドキしますね。特別なファンファーレも鳴って、もう本当盛り上がりますね。さあ、キックオフです。モナコから藤原、千歳、長口、おっと、いきなりチャンス、くるみやった、いきなり先取点。さすがです、くるみ。やってくれますね。まあ、目が口が良かったですね。キーパー外すぐらいの威力をシュートを打ってくれたんで。それで楽になりました。ちょっとやばいぞ。あーっと、すぐ同点追いつかれた。早くもシーソーゲームか。いやー、油断してるところですね。しかし花脇も警戒しないといけないですね。
確実にあのボールを確保して、おっとこれ隙が生まれたが、オフサイドですね。その前にクリミ分かってたんでしょうか。おっとクルミが、え、なんで、今の不用意だったよ。さあちょっとピンチです、うん、助かったかなと思いますね。小林、井出口、おー、抜けられた。ここは確実に結構当たりが激しいですね。いやー、なかなか簡単にはいきません。なんとしても勝ちたいんですけど、7個、さあシュート、やった、再び勝ち越し。7個も相当自信あったみたいですね。ミッドフィルダーですけど、はい、決定力は劣ってないです。自分で振り渡され、自分で決めていきましたね。さて、怪我を、おっと再び、もう結構長いかもしれないですね。ファールですね、これ。かろうじてイエローカードにはならなかったですけど、浦川が取りました。浦川も結構足速いですね。ああ、取られちゃいましたね。ちょっとピンチが続きます。ああ、井出口が結構当たりが強い。口原から、浦川。さあ、今度は、マクレーンも結構、カットですよ。そこにマクレーンいたかっていう感じですね。さあ、最後のピンチ。おっと、ファールか？ファールだ！あー、イエロー、裏からもらっちゃいましたね。さっきから当たり強かったから。さあ、気をつけろ。あー、入られた。前半終了直前に。傷ついてますからね。みんなディフェンダーですよ。ディフェンダーみんなイエローもらってるんで、結構裏から消耗が激しいですね。普通にイエローもらってるなら、早かに変えてみましょう。あと目が口も結構出ますね。ミオは疲れが目立つんですけど、ミオに変えるのも手かな。ミキロトに変えましょう。クルミはまだまだ余裕がありますね。でもスタミナって結構やっぱり大事ですね。さて、取りに行かないといけないんですけど、まあ、そこまで、いいですね。この通り。シュートは相手の方が強い。やっぱ相手まだまだ。うん、簡単に上げさせてくれないですね。もう1年無駄にしたくはないですから、ここで決めたいとこですけどね。まあもちろん、勝たずにさらに1年鍛えてという手もあるんですけど、圧倒的だったんで、さすがにここは、この1年、公式戦では圧倒的だったんでですね、ここはもう、上のリーグに上がる力はあるんじゃないかと思ってるんですけど、チャンス、くるみ、あー、オフサイド、つらい。まあ、完全にオフサイドですよね、これは。これって同点で終わった場合どうなるんでしょうね。入れ替えはなしなんでしょうか。あっと、やばい、やばい、やばい。寺尾に、怪我しそうになりました。まどかとエスミはちょっと、あれですね。エスミを、そう、残り一人なんですね。どっちを変えるかなんですけど、ちょっと見てみますか。力がある方を変えた方がいいんですけど、互角ですね。マドカの方を変えますか。今後も女子選手は使っていくんで、怪我されたら困りますね。積極的に行きましょう。
ちょっとこれは、出すな、ここはカット。さあ、チャンスでもないかな。クリーンが結構硬いですよ。おっと、チャンスですね。コーナーキック。さあ、これでこっちは交代枠使い切りましたが、マクレーンが常に防御に入りますよね。マクレーンの壁が結構厚い。チャンス、やった。いやー、またこれですね、浜田なんで、ミキロトがいいパス出したんですよね。で、奈々子が再び勝ち越し。千歳のスタミナが切れてますね。ここで、左右入れ替えて、次の奈々子も結構、西の域ではありますけど、頑張ってほしいが。あと20分。ナイスです。止めに行きましたね。長くのカット。あ、しかし、逆に、ピンチかも。なかなか、簡単に勝たせてくれません。ちょっとマクリーンが。そして、前出した方がいいですね。なるべく。前出した、カットされないのが。パス回しをしっかり。チャンス、クルミ。さあ、これは大きな4点目。2点リード。大きな2点差ですね。まあ、綾香が、クルミ出して、うまく決まっていて、決めたクルミは見事ですね。いや、これは大きい。決まったかな？さて、ここで防げればいいんですけど、あと2分ぐらいかな。そうですね。あ、これ終わりそうだ。行きましたね。試合終了。やりました。いや、これで N2 リーグ昇格です。さあ、見てみましょう。まず、クルミがですね、先週の。では、そして、この、メガ口が、マクレーンを、で、こぼれたところをクルミが、決めました。しかし、もうすぐに返されちゃうんですね。やっぱり、それっぽい相手ですね。マクレーンっていうのが相当、ボールを確保して、したんです。マクレーンは大きかったですね。そして、ナナコが攻撃やってくれました。自分で決めに行きます。試合終了後、ファールのフリーキックから、寺尾でしたか。ちょっとアンラッキーな面はありますよね。また綺麗に行きにくい。これで、浜田が取って、ミキロト、これが上手かった。そして、ナオコがしっかり切れる。勝ち越し。これが決勝点になりましたね。そして、いくつか攻められたんですけど、はしっかりもう戻っていたんで。はい。まあ、綾香見事で、はい。クルミのこの足一つ出して決めるっていうところがすごいなと思いますね。さあ、エースストライカー。
で大きな2点差になりましたね。あとはもう、はい、これで終了。終わってみれば枠内が上回って、枠外からはひじりがですね、このように、いやー死闘でした。9個課題を、課題カードを手に入れました。で、ミサトが FC が降格です。一番下はリーグですね。そして、これで入れ替え制も含めて全日程が終了、降格しました。これで、M2 リーグまで上がりましたね。こちら、カルチョビットがあって100回以上行ってるんですけど、ついに、昇格までこぎつけました。嬉しいです。本当レベルが高いリーグでタイムウェルドになりたいもんですね。たくさん長いシーズンでした。成長した。おー、かなりお金を手に購入できるようになりましたね。まあとはいっても無駄遣いしちゃダメですから、投入できる範囲で、女子選手をゲットしたいと思います。そして契約交渉になりますね。入れ替えもしないといけないです。いるんでしょうか。まだですね。練習試合はできますということでですね、練習試合をやっていってさえ力をつけたいと思います。明日ね、これでイエローカードを見くらいました。クラワンカリバーズのチーム陣です。だいぶ A とか、クルミに至っては S まで出てきましたね。無冠だかれはどうなんでしょうね。途中補給はしたんですけど、あんまり役立たなかったかもしれない。よく考えたらイエローを出してるんですけど、 AI 出したら男子選手は積極的に解雇していって、逆にですね、イエローを持ってない選手をゲットしにいっていっても良いかもしれないですね。というわけで中盤だかれはミッドフィルダーだったんで、三四一とか飯島とか、飯島もいい選手ですね。一番高い、まあ、それから2はあるけど、スポットもいいのかな。リタイム結構悪くないんですよね。オニマリをちょっとゲットしに行きましょうか。これに中身だかれを気にします。ちょっとディフェンダーが少ないんで入れ替えることができるはずです。そして、チーム編成で中身だかれを解雇します。ディフェンダー意外と多いですね。あ、そうか、ディフェンダーが結構イエローを背負うことが多いんで、契約更改も順次行っておりますが、そして50番はちょっとかわいそうだな。結構力上がってるんだけど、月とかやっぱりクルミは倍増ですね。質が7個が2000万に乗せたしと考えると結構
にはなるんですけど、このように予算があるんで、予算も考えながら、次の年度に備えないといけないです。はい。というわけでですね、この後、で今回はここまでとなります。はい、いよいよ12月を最終ということで、次はもう、練習試合を見せて、翌年5年目になってくるかと思います。いや、来年が本当楽しみですね。というわけで、もしまだされてない方はチャンネル登録していただければ嬉しいです。ブログやツイッターもやっておりますので、よろしくお願いします。こちらですね、ブログやツイッターも、説明文に書いておりますので、よければアクセスしに行ってください。またですね、プレイリストもいくつか用意しております。トップページのなどからプレイリストへアクセスできますので、そちらから、競馬ゲームとかですね、ファンタジー RPG とか、用意しておりますので、ゴルフゲームもあります。見ていただければ嬉しいです。というわけで、ゲーム動画でいこうでした。また、次回よろしくお願いいたします。バイバイ。